チョンギルベス参戦、間違ってたらすいません。高橋照秀さんですか？なんかもう怪しいな。字がもう怪しいぞ。どうぞ、案の定でした。予想通りでした。満面の笑みの照英でした。ナイトウッドでいきましょう。じゃあ続いてのコメント、誠さん、セノペケン、初見です。もしかして赤ちゃんプレイが大好きな権田原組長ですか？どうぞ、おしゃぶりしゃぶってません。ちょっとイメージと違いました。理想の組長ではなかったんで。続いてのコメント、じゃあチョンギルベス参戦、間違ってたらすいません、安倍和歌子さんの旦那さんですか？どうぞ。さらに笑顔の照英でした。笑顔が加速しなくていいんだよ。和歌子愛すぜじゃないんだよ。続いてのコメント、YK さん1000円、外装のイメージモデルの人ですか？どうぞ。いやもういいって、もう一照英。照英でもう一上がり見せなくていいんだって。うん、作業服の照英。月影 TG さん、セノベケン、プリキュアに変身中失礼します。そんな可愛くありません。おリボンついてないだろ。おリボンがないとプリキュアじゃないんだから。で、間違ってたらすいません、銀ガリラのパートナーの戦士ですか？どうぞ。なんだこれは。プリキュアに変身しないだろ、こっから。普通になんだこれは。続いてのコメント、竹さん1000円、間違ってたらごめんちゃい、実写版鋼の錬金術師のグラトニーですか？どうぞ。もうこれも何回か見たよ。いや、なんで俺指くわえたごついやつ見るの。指くわえたごついやつが一番気持ち悪いんだから。コンコン失礼します。12日のライブの特別ゲストって誰が来るんですか？もしかして米山ババオとデスマッチとかしちゃいますか？しちゃいません。普通にどなたですか？で、コンコンってどこの扉開けた？どこの扉開けたら俺がいたの？続いてのコメント、パトロールさんのおかげでした。ヒロミさん1000円、地獄の3分間の石丸健二郎ですか？どうぞ。自己記録更新中ではありません。これいいですね。しんどそうですね。あの筋肉番付の腕立てのやつかな。これも池谷さん強かったですからね。フォームが綺麗だったんですよね。それはもう腕立てなのかみたいな。もうこのケトルの化身さん1000円、何かとコーナーポストにダウンした人を座らせた後、でっかいアルミのゴミ箱を置き、隣のトップロープからミサイルキックしてるところ、すいません、僕 WWE のレスラーではありません。シェイン・マクマホンではないんだよね。もう誰も分かんないから。で、がっぽり建設さんですか？どうぞ。皆さんおなじみの芸人さんではありません。もっと売れていいですよね。知らない人結構多いからね。名前はなんか聞いたことあるけど見たことないっていう人多いよね。チョンギルベスさん1000円、はじめまして、初見です。風の鬼若役を演じた方ですか？今更初見に戻るなよ。さすがに覚えてるわ。どうぞ。衣装を着た照英でした。頭がちょっと長くなった照英でした。どんな役なんだよこれ。若様さん、セノペケン、間違ってたらすみません、クラスに一人はいそうなチャンネルさんですか？どうぞ。まあ似てはいますけども、新19号さんの後なんでね。どうしてもハードルが上がるよね。YouTuber 系はハードルが上がるよね。あの人以上多分もういないよね。百獣街道さん、セノペケン、びっくりした、のり焼きかと思った。どうぞ。全然違うじゃない。正反対じゃない。体型から髪まで。のり焼きに程遠い人間じゃない。百獣街道さん、セノペケン、びっくりした、マイケル・エルガンかと思った。どうぞ。僕こんなヒゲ生えてません。新日本プロレス一回も参加してないんで。
得意技エルガンボムではありません。マイケルエルガンいいプロレスラーだったのに急にいなくなったよね。常尾バナナさん1600円、間違えてたらすいません、勝也さんですか、一回行ってみたかったので調べてください、どうぞ。結構似てた。確かにこれは一回行ってみたいかも。一回行ってみたくなる気持ちはわかる。ただ違う。YK さん戦、冷たいかき氷で頭がキーンとなりましたの動画に出てた人ですよね、どうぞ。違います。これ何の動画これ。それ誰向けの動画なんこれ。ちょっと音がないからわからないけども、どういうフェチの人が見る動画なんこれ。続いてのコメント、月影 TG さん1600円、初見です、好きなギャル女優は泉真奈です、聞いてません。俺も好きだったけども。間違ってたらすいません、イエスプリキュア5に出てきたガマオですか、どうぞ。こんなぐちゃってなってません。さすがに首もうちょっとあるだろう。色も違うし。続いてのコメント、パトロールさんのおかげでした、ひろみさん1000円、海へ山への還暦ターザン石丸健次郎さんですか、どうぞ。楽しそう。もういい年の取り方してるね。筋肉番付の時はちょっと怖かったけどね。おじさんのはずなのに肩が異常にもっこりしてたから。トマトビーさん、オーストラリア 14.99 ドルかな、間違えたらすみません、ギョッとするような金魚愛で有名な人ですよね、どうぞ。オーストラリアから賞へ送んなって。オーストラリア賞へ望んでないから。何賞へ海越えてんだよ。続いてのコメント、ルールさん1000円、すいません、ハイハイ系 YouTuber の生配信はこちらで合ってますか、まあ、ある意味合ってます。口癖なんでね。赤ちゃんのハイハイ系ではないけどね。たなたなさん1000円、初見で申し訳ありません、デブボディービル画像で出てくる人ですか、どうぞ。違います。ここまでねっとりデブではありません。ねっとりデブではあるか。まあ、捉えてはいるけどもね。それでいきましょう。じゃあ続いてのコメント、つねおバーナーさん1600円、間違えてたらすみません、酒井俊哉さんですか、どうぞ。個性派俳優ではありません。これは似てるのか。ちょっと議論の余地はありますけども。続いてのコメント、直吉さん2000円で You are amazing。変身しちゃうぞ。いいのか直吉。おじさん変身しちゃうぞ。パトロールのおかげでした、1000円、コナミ筋肉番付、野村正樹正樹ですか、どうぞ。懐かしい顔でした。よく見たわこの顔も。なんかちょっと影の立役者みたいなね。そんななんかメインになることはないけどもみたいなね。チョンゲルベス3000円、間違ってたらすいません、サントリーのジョッキ生の CM でうまくて絶叫された方ですか、どうぞ。しっかり照英でした。青空照英でした。照英うまそうに飲むなじゃないんだよ。続いてのコメント、ガシャドクロさん1600円、間違ってたらごめんなさい、ビッグ J 諸岡さんですか、どうぞ。結構似てますよ。だいぶ新19号に近づいてきました。ただ俺より太ってるな。新19号さんはね、体型も本当多分俺ぐらいなのよ。じゃあ YK さん1000円、カーボーイ&エイリアンの宣伝ナビゲーターの人ですか、これで確信に変わった、どうぞ。気張った照英でした。力を込めた照英でした。確信に変わるな。何回も今日違うって言ってんだから。頼むよ本当に。写真刺さってて草、これ地毛ですね。顔出ししてください。ギャン出ししてますね。北の偉い人ですか、あの日本の偉くないフリーターですね。